この辺はもうゲームセンターとか。これはダッフィーの大きいやつだ。それ棒なんだけど。なんか今回の相手がドイツ人らしいんで、今日はまあソーセージ使ってドイツ料理でも作ろうかな。ドイツ料理にして食ってやる。キングレイナのキングクッキングスタート。カロリー少なくて水分でほとんど水分なんで、キノコなんかは、あ、キノコはめちゃめちゃ使えますね。特になんか麺が食べたい時はえのきで、食感楽しみたい時とかはエリンギとか、匂いとかは絶対マイタケ美味しいんで、マイタケとかキノコによって、あとしめじはもうあれですね、こうコリコリしてる感じなんで、食感ですね。あのマッシュルームとかそういうのも同じで、そういう感覚で、なんかキノコものによって用途に変え、よって変えると結構キノコとかは特に楽しめますね。いろんな種類があるから、特にソーセージに、切れ目を入れてきます。成城石の成城石の絶対美味しいやつですね。普通のスーパーで買いますね。はい、遅い時はもう12時過ぎたりとか、あとトレーナーとか特に遅いですね。なんか遅い時、遅くなっちゃうなって分かってる時はもう先に練習前にご飯食べちゃいます。そうした方がまあちょっとお腹空いた状態で帰りますけど、体としては早く寝につけれますね。その方が胃自体がもう動かないんで、あ、もう疲れ取れないし寝れないですね。どうしても消化しようとするみたいで、早く寝つけなくなっちゃって寝不足になりやすいので、なるべく寝る前は食べ物を避けると結構割と不摂生してるときは特に寝不足になりますね。遊び納めみたいな感じですね。もうなんか試合ハロウィン終わったらもうがっつり試合1ヶ月前になっちゃったんで、そのために、はい、遊び納めをしました。落とすと、やっぱシーチキンも無駄な油が多いんで、ここに蓋を置いてキュッとしちょっと下押してあげて、ピッピッピッってやってあげると、水とかオイルとかが出てくるんで、でも、ダイエット中にトウモロコシはダメですよ。糖質の塊なので、ただ、外食行った時とか、チキンライスとかに絶対入ってるじゃないですか。あ、大嫌いでしたね。はい、捨ててました。あんま好きじゃなかったですね。グリーンです。シモシモなんだ。でも最後に炒めるだけだから、このままで十分かな。格闘家に割とおすすめの油です。 MCT オイルっていうココナッツから取ったオイルで、これは中性脂肪酸の油なんで、油を分解してくるんだっけ、なんか結構かなり体にいい油です。そうですね、そういう時におすすめです。結構かなりサラッとしてるオイルです。こんな変わりない普通のオイルなんですけど、これ牛乳に入れて飲んだりとか、まあ、慣れちゃう人はそのまんま飲む人もいるみたいなんですけど、私は無理ですね。いや、もう本当にただの油オイルって感じなんで、別にまずいとか、なんか美味しいとかはないですね。特に何か食べてると、キノコと、
完全なオフの日は家でまったりしてるか、なんだろう、買い物に行ってますかね。もう今住んでるのが渋谷なので109とか多いですね。雑貨とかだったら原宿に行きますね。塩コショウを入れます。ソーセージを炒めます。理想のデートですか？なんですかね、なんだろう、まあ、夜景が綺麗なとこは結構好きですかね。あ、まあ、お兄ちゃんが住んでるんでたまにこっちの方行きますね。横浜、横須賀かな、横須賀の方に住んでます。それの粉末をどこにかけます。いきます。ちゃんと見たらかけますね。かけてるのか自分でわからないんで、こんな感じで見えます？クマに。こんな感じです。完成です。よし、いただきます。うん。あ、なんとなくカレーの味がする。うん、って感じですね。カレー粉、なんかこれカレー粉多くていいんだなって思いましたね。なんかどれぐらい多くていいのか分かんなかったんで、ある程度しかかけなかったけど。うん。ケチャップさえかけなかったら、原料食に使える感じですね。カレー粉だけだったら、そんなにカロリーも高くないし、ソーセージだけのカロリーだけなんで、結構ヘルシーですね。ケチャップさえ抜けば、美味しい。私が作ったんで。そうですね。相手がドイツ人っていうことなんで、今回なんかドイツ料理を作ったんですけど、これよりもある意味美味しくいただいてやろうかなと思ってます。頑張ります。ありがとうございます。本当はちっちゃい部類の予定なんですけど、なんかちょっと大きくなっちゃった。3倍ぐらい長かったんですよ。気づいたらこいつが食べてました。食べてたというか、なんかちぎってた。あ、食べた。